カーティスメイフィールドシカゴシシカゴソウルはソウル音楽のスタイルの一つ。1960年代にシカゴで発祥したデトロイトやメンフィスと並び、シカゴは1970年代初頭のアルバム中心のソウル革命の舞台となった。黒人ゴスペルの豊かな影響を受けたサザンソウルと同じくシカゴサウンドも明らかにゴスペルを含むがいくらか軽く繊細微妙なアプローチを持つ。 シカゴのボーカルグループは甘く落ち着いたハーモニーを歌い、ソロ歌手はコードに戦慄的でポップである傾向がある。感楽器に強いジョニー・ペルと弦楽器専門のライリー・ハンプトンなどの編曲家が宣伝されたオーケストレーションを行った。ゴスペルの要素が強く激しい雰囲気を持つハードソウルと対比してソフトソウルと呼ばれることもある。様々なレーベルが1960年代、 1970年代に活躍した。ジミー・リードのシングルラベル1963年のビートルズ1958年、シカゴでの最初のソウルヒットと目される、ジェリー・バトラーインプレッションズ、ホーユア・プレシャス・ラブを録音。A&R 担当のカルビン・カーターが多くの歌詞を育て上げ、バトラー、h e ウィル・ブレイク・ユア・ハート、ベティ・エベレット、ザ・シュープ・シュープ・ソング、D. クラーク。 レインドロップス、ジーン・チャンドラー、デューク・オブ・アールなどがヒットした。1962年にビートルズがアメリカで最初に契約したレーベルとしても有名である。1963年7月にビートルズの米国発アルバム、イントロデューシング・ザ・ビートルズを発売。資金繰りがきつく、プロモーションもできなかったのでビートルズを手放すことになり、1966年に破産処理した。 チェスのスタジオ2012年チェスレコードはかつてブルースを専門に扱っていたが、A&R のロッケルビリー・デイビスがなどを育てた。エタ・ジェームスはソフトな AT ラスト、ハードなテルママの両方を歌った。ソフィー・タッカーのシングルコロンビアレコード参加にある。このレーベルは古くはルイ・アームストロングの1920年代の初期音源で知られる。A&R はカール・デイビス。 カーティス・メイフィールドが多くの曲を書き、シカゴ・ソウルの象徴となった。メジャー・ランス、ワルター・ジャクソン、ジェリーの弟ビリー・バトラー、アーティスティックスなどがヒット。ギター、作曲のカーティスが弾いたインプレッションズが所属。後に、ブルース・スプリングスティーンがカバーした、ジプシー・ウーマン、ジェフ・ベック、ロッド・スチュアート、ボブ・マーリーがカバーした、ピープル・ゲット・レディーなどがヒット。 他に、マーベローズがいた。1963年8月に、エワート・アブナー、ビル・バンキー、シェパード、アート・シェリダンが設立。アブナーは、BJ から飛び出した人物で、プロデューサーのビル・バンキー・シェパードと、ジーン・チャンドラーと D ・クラークを引き抜いていた。アート・シェリダンは1950年代初頭に、チャンスレコードを経営していて、BJ に投資していた。 チャンドラーは次の3年で飛躍し、ジャストビートルーやナッシングキャンストップ目が全国ヒットになった。一方、D. クラークは、ワームサマーブリージズやハートブレイクの地元ヒットに終わった。他に、ホリー・マクスウェルのオンリー・ウェイ・ン・ユア・ロンリー、ワンシン・ライム、サファーなどが地域ヒットとなった。ワンダーファル、エム・パック、マール・ウィルス、ミダスの4つのレーベルの複合体で、 激しいゴスペル的スタイルを取った。オーティス・クレイ、ハロルド・バージ、マッキニー・ミッチェル、ハロルド・バラージュなどがいた。アルビン・キャッシュとザ・クローラースのトゥワイン・タイムがダンスヒット。ブランズビック・ラベル若い頃のビリー・ホリデーの音源で有名なニューヨークが本拠のレーベル。A&R のカール・デイビスがシカゴで活躍し、シカゴサウンドの大きな部分となった。まずは1966年に ジャッキー・ウィルソンが録音を開始しハイヤーハイヤーといったヒット曲を世に送った。他にシャイライツ、アーティスティックス、バーバラ・アクラン、タイロン・デイビス、ジーン・チャンドラーがいた。カーティス・メイフィールドの会社。1968年録音開始。ポストソウル時代にファンク、ディスコ音楽を作り、黒人映画音楽の主要な制作者となった。メイフィールドはこのレーベルで、 ソロ活動を開始し、映画、スーパーフライのサウンドトラックが最も売れた。他に、リンダ・クリフォード、ザ・ナチュラル・フォー、ステープル・シンガーズなどがヒット。メイフィールドは、カートム以前に、ウィンディー・シー、メイフィールドを経営しており、メイフィールドには、後のスター、ダニー・ハサウェイとリロイ・ハトソン、とホリー・マックスウェルがいた。1980年にメイフィールドは、カートムを閉鎖し、 アトランタへ引っ越した。ほどなくして、ブランズウィックも閉鎖。時代は、ディスコ前世で、シカゴソウルは終わった。再び、カール・デイビスの会社。シャイ・ライツ、デルズ、チャンドラーなどのほ九1976年から1982年までに、ウィンディシティ・オーケストラ、エボニー・リズム・ファンク・キャンペーン、マグナム・ホース、シドニー・ジョー・クワルズ、マン・チャイルド、シャイ・サウンド・オーケストラらが、 ディスコヒットを量産した。ありがとうございます。